春風亭柳桜は、東京都港区生まれの落語家。本名は、吉澤正夫。落語芸術協会所属。出囃子は、翔丹屋。春風亭柳桜としては俗に初代であるが、春金亭柳桜から数えると四代目に当たる。高校卒業後陸上自衛隊に一年半ほど、入隊していたが、初代後電気プラグ製造工場、パチンコ店、喫茶店、 いたまいなど数々の職を転々し1979年10月、春風亭流章に入門し、春風亭流太郎で初講座。1984年3月、同じなでに詰め昇進。1993年5月、春風亭柳桜で新内昇進。20歳の頃から原因不明の難病のビュルガー病を患って入退院を繰り返し、 1992年に右足、1994年には左足を切断。両足ともに義足を装着して、リハビリに励みつつ、1995年にハンディを克服して講座へ復帰。その後さらに水臓や脾臓の切除手術も経験したが、近年は普通に歩いて講座に現れ座布団に、正座できるまでに回復した。古典落語を中心に行い、 ハンデを思わせない警戒かつ悠々とした講座を演じた。2014年5月19日、水性糖尿病による多臓器不全のため自宅で死去61歳没。弟弟,弟子にあたる春風亭翔太は柳桜から本前の稽古をつけてもらっている。春風亭柳桜への講演会以来、落語家写真、プロフィール、著書講演講演会講,講師への講演以来、 紹介派遣は、システムブレインへ、システムブレイン2014年8月10日不報、春風亭柳桜落語芸術協会2014年5月24日、春風亭翔太、柳桜忍会、座布団会協、公開期、2019年5月2日閲覧、ありがとうございます。